じゃあ今日のパワープロパワーフェスですね、決勝戦やっていきたいと思います。で決勝戦は、まあ、前回イベントでね、まあ、イベントっていうかうろつきなんだけど、うろつきで出したレッドエンジェルスで、レッドエンジェルスはもうすでに3人獲得してます。やっぱね、神道は俺結構好きなキャラなんで、鍛えていきたいというのがあります。神道とかね、サクスペで別バージョン出ないかね。レッドエンジェルスでご機嫌はどっちもいいな。パワーヒタ、アベレージヒタ、チャンスへ、こっちでいこう。ポイント的にはね、変化球ポイントだから微妙なんだけど、ま、強い選手を作るわけではないので、疲れた投手回復、これちょっと今回多分神楽坂くん出すから、あれそうだよね、前回先発誰だったっけ、キノコとかだったよね。だからちょっと神楽坂くん出して、次で神楽坂くんを回復させよう。でそうすると、まあ、せっかくだから持っていくとして、超高出にくいボールか。じゃあガンダープラモと球速アップ、これでいこう。矢部くんがやる気満々になった。球速7も上がるんだ、むちゃくちゃ上がるじゃん。さあ、今まで全然アイテム使ってなかったからね、効果がいまいち分かんない。 DH あり、 DH ありとか言ってもさ、誰が DH なの。ミオちゃんか、まあ、それはいいね、俺5番になってるし。で神楽坂くんやる気普通なんだよね。ピッチャーはもう普通のやる気になったら先発で出ちゃうんで、まあ、今回休ませるっていうのもありかもしれないけど。さあ大決戦、大決戦だ。世界に名を轟かせやってきましたのは高い。アベレージヒッター。さあ1球目投げました、投げ中止、どうだ。一塁線、バルビロール、右に切れていきます。そんなやついるんだ。打った、いい当たり。これはおお、で矢部くんが2番、阿部ヒ打ちました、初球打ち、強襲ライナーだ。まあ、最初はね、例によってルヨタミル、森下くんパワー B 強い、こいつ強いやつか。あー、これはちょっと正面に行ってしまったね。これでワンアウト。ミオちゃん、ミオちゃん打ちてー。まずは初球、はい、さすがよミオちゃん。てかさ、パワヒタ全員についてるからあんまり意味なかったね。もっと別のエミリちゃんとかにしといた方がよかったかな。神楽坂くん159キロある球速が強い。エス、ん？エチスン能力だけ。投げました。ゴール！待って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 。いきなりかよ。打ったバッター二塁を狙う。ツーベースヒット。これ投手がマジで難しいからね。バッターが入ります。神楽坂、慎重に行ってほしい。ちょっとでも甘いとこ投げると持ってかれるから。バッター動けません。さあ次は何で来るか。カーブ。仕留められるか。打ちました。無理か。ちょっと待って。二塁ランナー三塁回った。点の取り合いだからね、ここからは。レッドエンジェルス点差を2点に縮めました。さあで、そうすると神楽坂くんのスタミナが切れるのがマジで早いから。ビシエド！ゴミだ。ボールはトロ1個。セカンドへ送球。ああ危ない危ない危ない。いやこれ走られてもおかしくはなかったぞ。蛇島出てるし、出たバンガード。パワー降格。いやつか。ストレートはストライク。カウントワンストライク。カーブ見送ってボール。ボールとストライクをやっぱり織り交ぜて。シュートスライダーだったらちょっと目の前にスライダーを投げて外に目いっぱい。で最初はカーブを際どいところに決めて、1点取られてるからね。これは友澤、もう1点しょうがない。おい守備が、友澤のレベルが低いから守備が悪い。パワフスチャレンジャー、さらに同点のピンチです。6番バッターが打席に入ります。今のストライクなんだ。次はどう攻めるのか。打った。あ、ちょ待って待って、こっちか。これは犠牲フライになるか。抑えた。無理だ。タッチアップ。レッドへの犠牲フライ。3対3。パワフスチャレンジャー追いつかれます。レッドエンジェルス得点を挙げ、いや3分の1は減ってないか。
だいぶスタミナを持ってかれたね。取ってこれでスリーアウトチェンジ。点は取れるときに取る。蛇島弱い。パワーが。初球を打った三遊間の打球。二塁送球。あれ。セカンドフォースアウト。ゲッツーやんけ。同点で迎える2回です。一番バッターが打席に入ります。角田さん、これは悠々セーフ。盗塁を許します。一塁ランナーは二塁に。盗塁をされるのは仕方がない。ファウル。さあ外してくるのか。打ちました。ファウル。で2ストライクになったからまあ外すでしょ。2球外そう。チャレンジャー、ピンチの場面。ワンアウトランナー2塁。でスライダー。打った。セカンドも無理。結果はヒットだ。長い戦いになりそうだ。チャレンジャー、ピンチが続きます。打席には2番バッターが入ります。アッシャーとか言って。ええかよ。取り切れるか。第3球投げました。カーブはやっぱりね。さあ次は何を投げてくるか。オッケー。刻むと見逃し三振。神楽坂。エースかよ。今度は。さあ次の球。初球見送ってボール。厳しいスライダーを外に。カーブを一球外そう。走ってきやがった。外れた。ボールを二塁へ。二塁セーフ。ランナーを二塁に進められてしまいました。肩だとちょっと無理だよね。切れていきます。ファール。打ちました。うわこれはポテンになる。浅い当たり。逆転された。まあ、逆転されても点を取ればいいだけだから。さあ竹野1番バッターから。まあまあまあ見てなさいって。落ちる球見送ってボール。攻めてきます。進路はスタミナ C なんだ。打った痛烈な当たり。で単打を重ねて竹野かっこよさを見せつけます。で矢部くんも普通に強いから流す。ライナーライト前クリーンヒット。で3番はなぜか強い人森下。チャンス拡大。打席には3番バッターが入ります。ツーシームファストか。第2球を投げた。うわ際で。次はどう攻めるのか。いやめっちゃ際どいとこ投げてくんな。さあ次は何で来るか。打ちました。いい当たり。でオッケー。でミオちゃんが満塁ホームラン打って逆転と。さあ打席では大空美代子の下ちょっとフォークは見送る。なんとか食らいついてほしい。あこれじゃない。カーブか。さあ外してくるのか。じゃあしまった。ミオミートが小さすぎて。俺だ俺のパワーを見ろ。危ねえ。当たって引っ掛けてたら。投球2球目ぶっ飛ばした。よしオッケー。さあ体がほてこれが俺の実力です。逆転満塁ホームラン。こちらがただし点差はまだ2点だからね。矢部も持ってくるだけのフォークを結構投げてくるね。フォークはただ2だからね。スライダー。矢部早くも追い込まれています。矢部のうわしまった。やる。森下お前のパワー見せてやれ。打席には3番バッターが入ります。全員パワーヒッターってすげえな。よくよく考えればさすが。これです。うお点をめっちゃ取られてるやん。誰どうえか。どうえはねあんまり変化球が曲がらないからね。でも初期能力でこの強さはいいんじゃないの。ちょっと待って。前進守備とか全然何にもやってないからな。さてここから竹野が出てるのかもうすでに塁に。矢部昭雄この打席は何を見せてくれるのか。投げました。しっかり見よう。カウント2ボール。第3球は流し打ち。オッケー。美しいヒット。さてここも塁を貯める。気持ちのいい当たりを見せる。で森下君。打席には3番バッターが入ります。全力で立ち向かっていただきたい。投球2球目。お打ちました。抜けた抜けた。よし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 。でミオちゃん。クリーンヒットだ。チャンスを広げました。ミオちゃんあまりアドバンテージがないよ。打席ではもともとパワーヒットついてるから。ノックスでミート小さいからな。第2球投げた。うわこれは
しょうがない。1点だけでも。で、俺はひたすらホームランを打つ。ホームラン製造マシーン。ただそれだけ。これいかねえか。スタンドに入りました。これはボール。チャンスも A ついてるからな。これで2点差。マイルマンが出てきた。ひじりちゃん、ひじりちゃんもね、意外に持っていけるんだよね。メテオマグナ。どういうストレートだ。無駄だ。うわ、重い。メテオマグナム。で、1点差ですかい。グラウンドの土からパワーをもらいます。初球を打ちました。センターバック。ここでなるべく点差を広げておかないとマジで逆転される恐れがあるから、ね、やべの時間がやってまいりました。そのバッティングで点差を広げていきたい。だから高校の方がね、次の球。打った、いい。あー、どうこれ。掴みました。アウトか。これでワンアウト。打席には森下もちょっと狙っていこうも。さあ初球、外角低め見送ってストライク。重い球。第2球は打った。これはスタンドか。結局次はどう攻めるのか。追い込まれた。バッターアウト。やるな。両者ミートが小さすぎるんだけど。これどうする。アベレージヒッターでつなげるか。そうだ、小さい。いくいくらなんでも小さすぎでしょ。威圧感だからか。ミオちゃんも威圧感持っててもおかしくないんだけどな。俺には関係ない。メテオマグナム意外に厄介だな。よし、全く厄介ではない俺にとってはな。さて、ノーアウトか。はい、変化球。どうやらコントロールがそんなに良くないのか。コントロール練習持ってるくせに。打ちました。さあ、ゲッツーはちょっと怖い。アウト。いい当たりでしたが、サードゴロに終わっています。俺の実力だとゲッツー取ろうとすると確実にフィルダースチョイスになったりするから。ストレートはボール。アグレッシブに攻めます。クルも怖えな、投げんの。打った。ファウル。ボールカウント1ボール2ストライク。外のボールカウント。およしよしよし。フラフラするよね、守備が。勝利は目の前です。この勝利が目の前っていうのが一番怖いからね。勝ちを確信したとき、よし、確信したとき勝つ。どうや悪くないな。1レベルでこれか。もうちょっと変化量が欲しいね。これがそういうイベントです。173。持ちきれない相手は部室へ送られました。これでやべえがレベル13になったね。レベル13がマックスのはずなんで。蛇島レベル2スキップ。レベル13ダツモリ仲間になって、ココロちゃんも仲間になって、こいつはならないで、シンドで、バンガード。いや、強いね、バンガードも。パワーヒッター、広角打法。レベル上げたい。気力50、技術40。からのマイルマン。マイルマン、ちょっとね、微妙だよね。筋力40、技術20。ポイント用意。さて、コツはさすがにないんで。パワヒとかね、本当は試合のために欲しいけど、とりあえず B にしておこう。で、俺どこだっけ。外野か。 CC やればいい気がするけどな。だったらミートが A に持ってけそうな。ミートをちょっと A に持ってこう。で、こっからなんか取れる。広角打法150か。サクスペより若干高いな。サクスペ多分120とかで取れた気がするんだけど、なんかでも特納欲しいね。ちょっと筋力不足。
レーザー守備職人か。守備職人あってもなんか使いこなせないからな俺が。守備力上げとくか。じゃあカッターもいけんな。カッター安っ。なんか基礎能力上げんの結構安い気がするけど、走力は無理。チャンスとか取れる。チャンス1取っとこうか。チャンスの場面 C だからな。でもまだ怪我しにくさとかはいらない。あ、呼吸値はちょっと微妙だしな。特能的にはこんな感じか。マイチームチームメイン振動。あ、そうか、振動いるんだったら振動出してもよかったかもしれないけど、まあ、でも最後まで多分投げらんないからね。打たれるから。結局今のところ強いのはだから振動でしょ。まあ悪くはない。まあ、神楽坂君別格に強いな、うちのチームで。やる気がもう最悪になってるけど。いや、いいわ神楽坂君、ほんといいわこれ。まだまだレベル上がるからね。レベル9だから。で、矢部が完成されたんで、ちょっと矢部を見てみますか。ミートは C まで持ってったね。で、走力が微妙に A に届かない。盗塁走塁は B。いやー、いいわ矢部。悪くない悪くない。デスラ持ってる。まあそんな感じですね。じゃあ次回はボス戦に挑んでいきたいと思いますので、今日のバブルはこれで終了したいと思います。